試合お疲れ様でした。今回の試合を振り返っていかがでしたか。自分たちの先制点は早く取れたんですけど、自分たちの弱い部分が出てしまったので、この負けにつながったので、ありがとうございます。今回の今大会の試合の総括をお願いします。まあ、予選リーグから7チーム一丸となって成長することができたので、そこは良かったと思います。で、目標であったチームの歴史を塗り替えることができなかったので、また冬にリベンジしたいなと思います。ありがとうございます。ファンの皆様への感謝のメッセージをお願いします。はい、皆さんの応援のおかげでここまで来ることができました。また冬にリベンジするので、その時も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。